マスカリ春よね。やっぱり春服が欲しくなっちゃうよね。ほんとほんと。花粉以外は本当にいい季節なんだけどね。あー、花粉症の人には厳しい季節よね。かわいそうに。新しい服といえばやっぱり粘土ドレス、今流行ってるんじゃないの。確かに。あー、みなさんごきげんよう。あ、シンデレラさん。あ、そう、粘土ドレスといえばやっぱり私。そうですね、シンデレラさん。今日はね、春から新しいこと始めたいなっていう人たちにぜひ作ってほしい粘土ドレスをご紹介します。へえ。とりあえずリカちゃんたち、ビビリバビでブー。あー、ちっちっちゃくなっちゃった。服がダボ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 。おお、リカちゃんサイズだと粘土が足りなくなるっていうお声を聞いたからちっちゃくなってもらったわ。さあ、レッツラお着替えよう。あー、待って。まずはステップは、簡単にドレスを作ってみましょう。使うのは赤い小麦粘土。私は毎日粘土を使うからたくさん粘土を持ってるの。粘土はまとめてアマゾンで買ってるわ。粘土をコロコロ、リカちゃんの腰ぐらいの高さになったら置いて、お山の形を作ったら、いきます。リカちゃんをブスー。うん、とっても素敵。少しの粘土を。このリカちゃんは少し前のハッピーセットのリカちゃん。みんな思ってるかしら、これぐらいの人形だったら粘土使う量も少しで済むんじゃないかしら。うん、かわいい。それじゃあレッツラ、ラメラメ。セリアで売ってるお絵かきグリッド、これを全体に塗る。うん、これだけでもツルツルツヤツヤ、かわいい。お次に使うのは大きめの鍋を。レッツララメラメ。綺麗になるか不安だわ。このラメを塗るときは隙間がないように、もうミラーボールみたいにギッチギチに塗っていきましょう。ミラーボールって知ってる？バブリーダンスとか踊るところでほら、なんかくるくる回ってるやつ。ステップ1完成。ギラギラ、これだけでもかわいい。かわいいわリカちゃん。簡単に豪華ゴージャスセレブリティなドレス出来上がり。さあ、お次はステップ2。今度使うのはこの小湯よ。リカちゃんの腰ぐらいになったら、リカちゃんをブス。少しの青い粘土で胸につける。ブルーのラメペンをラメラメ。ステップ1と一緒。さあ、ステップ1と違うのはここからよ。ラメラメだけじゃ物足りない、つまらないっていう方にはね、おすすめしたいのがこれ。ちょっと使いかけで申し訳ないんだけど、こういうね、キラキラストーンシール、もう全然100均に売ってるストーンシールをね、ドレスにペタペタ貼っていきましょう。今回は青いドレスだから青系のキラキラを集めて貼っていくわ。もうゴテゴテに、こんな大きいのだってつけても全然 OK。これのポイントは、自分が思った通りに好きに貼っていくのが一番素敵になると思うわ。こんなキラキラなものが100円で買えるなんて、もうすごい時代よね。感激。うん、キラキラ、とってもキラキラ。やっぱり私青が好きなのよね。とっても可愛くできたわ。それではステップ2では、オリジナルのギラギラビジュードレス、皆さんもやってみてね。それではステップ3に行きましょう。それじゃあ最後はステップ3。これもリカちゃんの腰ぐらいの高さになったら、リカちゃんをブス。少しの粘土で。さあ、ステップ3。
薬入れは。フリルドレスを作ってみましょう。粘土を伸ばして伸ばして、細長くカットしたものを畳んで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 、畳むのは最初は難しいけど何回かやったら慣れてくるから、続けてやってみてね。爪を使って畳んでいくと上手にできるかも。また粘土を伸ばして四角くカット、斜めに半分にカットしたら、これも畳んで畳んで、フリルをつけるだけでこんなに可愛い。もうフリルはつけたらつけた分だけ可愛い気がする。もう止まらない。フリルをつけたらそんなに上手じゃなくても上手に見える。不思議なの、魔法みたいよフリルって。あともう一つ、簡単に可愛くなる方法といえば、四角くカット、リボンを作ってお腹に乗せたら、うん、可愛い。めっつらラメ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 するとキラキラフリフリ、とっても素敵よ。うん、可愛い。本当にフリフリだけでこんなに可愛い。みんな並んだどれも可愛い。素敵だわ、本当に素敵。今日は簡単に3ステップでポンポンポン粘土ドレスを作ってみたわ。可愛く簡単に粘土ドレスできたなと思った人はグッドボタン押してね。どのリカちゃんが一番気に入ってくれたかしら。みんなもやってみてね。それじゃバイバーイ。よろしくね。